はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ということで、今回はですね、女性コンサルタントの伊藤さゆりさんがですね、ラインテス選手で月賞270万円をですね、達成した秘訣についてですね、一緒に動画を撮っていきたいと思います。本日は伊藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。まずお名前は伊藤さゆりさんですね。はい、そうです。はい、はい、実は伊藤さん、あれですよね、今回実は第3回目の実績者のですね、動画のご出演と。はい、はい、いうことで、3回目の意気込みはいかがですか？はい、3回目。はい、はい、もう、やる気満々です。はい、ああ、ありがとうございます。はい。はい、今、どういったご活動をされていらっしゃるか、簡単に教えていただけますでしょうか？はい。今は、個人で、ビジネスをやっていきたい、女性起業家の方に、起業のアドバイスだったりとか、集客の仕組みを作る、そのコンサルティングをしています。うんうん。はい、そういったコンサルティングサービスを、提供されていらっしゃると。そうですね。はい。はい、っていうとこで、最初、うちに学科に入られてから1ヶ月、2ヶ月目ぐらいで、最初80万で、そこから売り上げで130万っていう風にね、売り上げ上げていってたと思うんですけど、はい、今ってどれぐらいでしたっけ？ SYK 弊社と出会ってから、期間で言うと。でもですね、確か去年の5月のスタートだったんで、まだ1年経ってないぐらいですかね。あ、そっか、じゃあ7ヶ月目ぐらいですかね。そうですね、はい。うん、じゃあ7ヶ月目で、初月で41万でしたっけ、最初。そうです、そうです、そうでしたね。うんうん、そうでしたね、そうそう、そうです。初月、41万、過去の実績でね、これ動画見ていただければと思うんですけど、初月41万で、130万、月賞100万突破しちゃうって何ヶ月目ぐらいでした？次の月ですね、もうすでに。で、2ヶ月目。130万。で、ずっとね、大体100万のライン。そうですね、100万以上ですね。うん、ちょっとっていう感じですかね。それぐらいずっと売り上げていた感じですね。うん、やっぱすごいですよね。よくね、女性起業家とかでも、単発でドカっていって、また結構落ちちゃう、安定しないよって人が結構やっぱメルマガとかブログだけで結構多かったりしますけど、100万のラインをやっぱ切らずに、ずっと来ていて、で、やっと7ヶ月の半年ちょい経った時で、今回ちょっと、こちらのね、200万、70万オーバーと。そうですね、はい。うん、うん。素晴らしいですね。はい。一応ちょっと入学したきっかけに、ね、これ多分3回目になると思うんですけど、今度が初めて見る方もいると思うんで、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけども。ね、はい、はい。入学したきっかけは、もともと、Facebook 集客を、自分もやっていたし、それを教える仕事もしていたんですけれども、やっぱり2019年ぐらいですかね、頃から、やっぱりこう、Facebook で集客が、急にしにくくなってきちゃって、ちょっとなんか新しいことしなくちゃいけないな、なんて思ってたんですけど、そんな時に、Instagram が、そろそろいいんだろうなっていうのは分かったんですけど、やり方が全然分からなくて、いろいろこう、模索をしてた時に、たまたま、修二さんの広告を見て、そこからね、SYK を知って、それで勉強させていただくような感じの流れになりました。なるほどですね。はい。はい、多分、この広告も SNS 広告かなんかだと思うんですけども。そうですね。はい。うん。ありがとうございます。っていうところで、今、どれくらい実績が出たかっていうところで言うと、7ヶ月目で、はい。月賞が。はい。はい。270万円。はい。はい、いうことなんですけども、実際に今使ってる集客媒体っていうのもちょっとね、教えていただきたいなと思うんですけども、はい、はい、はい、今使っているのはもうインスタグラムと、あとはSNS 広告ですね。 SNS 広告、ここから公式 LINE を使うっていう感じですね。わかりました。じゃあSNS 広告始められたのっていつ頃ですか？ですね、SNS 広告始めてからは、でも多分5ヶ月とかそんな感じかな。そんなにすごいずっと使ってるわけではなく、5ヶ月目ぐらい。なるほど。じゃもうほぼ最近みたいな感じですかね。そうです、そうです。最初はもう本当に1日1000円とかからやってました。なるほどですね。わかりました。今って LINE アットお友達何人ぐらい読者の方が？はい、今はね、この間ちょっと1000人超えたところですね。おめでとうございます。1000人。読者1000人突破。はい、いつの間にか超えてました。はい、1000人突破。これ、LINE アットがね、もうちょっとしたら、多分来年、いや、今年2021年は多分、伊藤さんもこのペースでいけば結構 LINE アット増えていくと思うんですけど、お友達が3000人ぐらい超えてくるとですね、新幹線で声をかけられるというですね、なんか、あんまないと思いますけど、この間見かけましたよみたいなっていうのが結構 YouTube のコメントで書かれたりするみたいな。でもそれもやっぱね、それだけやっぱ多くの人にリーチできてるっていう ね、
そうそうそう。まあ、1000人すごいですね。はい。ということで、今ってちなみにいくらぐらいの商品単価を販売されていらっしゃる感じでしょうか。はい。ですね、一番、うん、一番安い42万から、65万ぐらいですね。うん、じゃあ、平均、まあ、じゃあ、50万ぐらいって感じですかね。そうですね。はい。はい、かしこまりました。まあ、価格帯で言うと、まあ、ある程度高額な、まあ、サービスというところではあるんですけども、まあ、実際に、ということは、まあ、大体これが月に、5本とか、そうですね。それぐらい売れているというところですね。はい、うんうん。かしこまりました。で、まあ、前回で、ね、まあ、ずっと一応100のラインを超えていたけども、そこからやっぱ200万の壁っていうのがやっぱあるじゃないですか。やっぱコーチコンサルタントとか、その200万の壁を超えて300万近くまで売り上げが上がった秘訣って、伊藤さん的には何だと思いますか？やっぱりライアットの配信だろうなと思っています。ああ、なるほど。これどういうふうになんか変えたとかってありますかね？まあ、結構やっぱり変えはしたんですけど、うんうん。そうですね。やっぱり、まあ、相手が何の情報が欲しいかなっていうことを考えて、うんうん、まあ、自分が送りたいことではなくて、まあ、相手にとって必要な情報っていうんですかね。それを送っていくことを意識はしました。ああ、大事ですよね。うんうん。結構ね、みんな自分がね、書きたいことを送りがちなんだけども、相手が本当に求めてる情報って、そう、お客さんの目線で考えないとね、見えてこないことで結構あったりするんで、顧客視点ですよね。顧客視点と、はい。そうですね。あと結構今まであれですかね、なんか月商でまあ100万台だった時はこうだったけど、まあ、200万超えてから LINE の配信、まあ、具体的にこういうとこちょっとこうしてみたとかっていう、もしテクニック的な部分とかもしあれば、はい。そうですね。まあ、本当に具体的には、やっぱり自分の商品のことを、LINE アットであんま流せなかったですね、むしろ。1月。入ってからは、はいはい、もうなんだろうな、もう本当にとにかくお役立ち情報というか、うんうん、もう本当にノウハウだったりとか、まあ、必要なこう考え方だったりとか、もう本当に有料級情報をどんどん流しました、本当に。あ、なるほどですね。もう、うん、もう上質な、上質なノウハウ、うん、やマインドを配信、ね、もうそれを、うん。したと流しましたね、もうどんどん。ああ、これ結構やっぱね、重要っすよね。めちゃめちゃ重要。そうですね。うん。うんうん、配信。で、まあ、これ見てくださる方もそうなんですけど、この上質なマインドやノウハウとかっていうように、結構ノウハウね、たくさん出すと売れなくなるんじゃないかと思う人いるんですけど、全然、そうそうそう、ノウハウ出せば出すほど、あ、この人、ここの学科とか、例えば伊藤さんの学科とかでは、こういう風な教え方をしてるんだとかっていうのが逆にわかるから、それでやっぱり信頼につながったりとか、そうですね。そう、今の人たちって、まあ、一昔前とかであれば、すごいそんだけ結果出るんだったら、商品の中身よくわからないけど、とりあえず契約しますみたいな。で、売れた時代があったんだけど、今って、よくわからないものにお金により出せなくなってきてるんですよね。うん、そうそうそう。なので、自分の商品ってもう先に見せちゃうと。こんな感じですよと。で、見てもらって納得してもらったら、じゃあ、どうぞどうぞと。そうですね。っていうようなね、うん、感じになってるんで、じゃあもうノウハウも全部出すと。そうですね、はい。ノウハウ8割。8割。ああ、どうしようって思うものまで出しました。ここまで出したらちょっとね、クライアントに怒られるんじゃないか、スレスレぐらいの。そうなんです。ね、そうなんです、本当に。はい。まあでもあれですよね、ノウハウって別に全部出したところで、じゃあできるかって言ったら、ね、そうじゃないじゃないですか。例えば、そうですよね。だって、ダイエット系のね、すごいためになる記事とかって、有力の記事っていう、ね、ネット上とか動画とか YouTube にいっぱい転がってるけど、じゃあその動画見ただけで、じゃあ10キロ痩せましたとかないじゃないですか。そうですよね。うん、だからそこはやっぱコーチをつけてとか、やっぱコンサルをつけてとか、最終的に必要になってくるから、お申し込みしてくれるし、うん。なんかその他、そうですね、なんか、営業であったりとか、もしくはなんか SNS 集客であったりとか、もしくはあと広告関連でもいいんですけども、なんか伊藤さんが最近気づいたことだったりとか、こうした方がいいよみたいなのがもしあれば、はい。ああ、そうですね。SNS 広告は、まあ、多分みんなね、怖がってやらないんですよ。やっぱり、最初私もすごい怖くて、うん、そのかけた分が、ちゃんと返ってくるかもわかんないじゃないですか。そうですね。なんかちょっと賭けみたいな部分に感じてたこともあって、うん、そこがね、やっぱ嫌でやらないとか、あとまあ、設定がちょっとめんどくさいとかってやっぱりあるじゃないですか、わからない。はいはいはい。なので、この対象多分多いと思うんですけど、まあ、だからこそやった方がいいのかなっ
って思うんですよね。うん、うん。まあ、あとはまあ、その、LINE の配信もそうですけど、まあ、みんながやらないことですよね、配信も。例えば YouTube ライブをやってみるとか。うん。うん、他の人が配信してるのとは違うことをやるしかないのかなと思います。今、みんないろんなことやってるので、うん。他の人はまだやってないことだったりとか。うん。確かにね、これみんな怖がってやらないけど、やろうと思ったら、ね、できるわけじゃないですか。あ、ありますね。大したことじゃないですよね、うん、やってみると。そうですよね。だから、みんなが、普通の人がやってできることを普通の人がやらないレベルでやるか、みんながやってないうちにやるかなんですよね。結構重要。わかります。うん。うん。なので、まあ、広告とかもでも、伊藤さん場合もあれですよね。最初、いきなり売り上げ上がってない状態、いきなりお金突っ込むんじゃなくて、そうですね。ちょっと売れたら、じゃあそこから、うんうんうん、その、まあ、これぐらいはやってみてもいいかって思うような金額から始めて、うんうん、で、あ、本当にちゃんと SNS 広告って、あ、ちゃんと効果があるものなんだっていうのが分かってから、じゃあもうちょっとかけていこうかみたいな感じで、うんうん、うん、なので、いきなり何十万とかではなくても、本当に最初は1日1000円を1週間やって、うんうん、でちょっと様子を見て、うんうん、あ、これでちょっと大丈夫そうだなと思ったら、じゃあ1ヶ月やってみてとかっていう感じで、まあ、徐々に1日の金額を増やしてみたいな感じでやりましたね。うん、素晴らしい。これがやっぱテストマーケティングと。あ、そうですね。いうやつですね。はい。はい。で、この動画見てくださってる方とかだって、まあ、もしね、経営者の方がどうしても時間がないという場合は、別に代理店さんとかにね、広告任しちゃっても全然そういうのもありだと思うんで、スタッフさんにね、任せるとか。うん。っていう形で広告もちょっとずつやっていった方がいいかなっていうところですかね。うんうんうん。そうですね。OK です。まあやっぱりね、売り上げっていうのはやっぱりリスト数。まあリストっていうのはいわゆる見込みのお客様の名簿のね、数によって比例して変わってきますので。そうですね。うん。この集客の窓口をどういうふうにして増やしていくのかっていうところですよね。うんうん。わかりました。最後にさ、うちの学科に入る前のですね、うちの、まあ、現タクスですね、旧 SNS マーケティングアカデミーのですね、入る前と後でのちょっと変化っていうのをちょっと聞いてみきたいなと思うんですけども、はい、どうでしょうか。そうですね。やっぱり、入る前は、ちょっとよくわからずに、なんか Facebook を使ってますとか、うんうん、よくわからずにメルマガを使ってたりとかしてたんですね。なんかみんなやってるから、じゃあ Facebook からメルマガにつなげればいいのかなとか。まあ、そんな感じで考えていて、どういう原理原則があって、そういうふうにつなげていて、で何ができれば最終的に商品を販売した時に売れるのかっていう、うん、なんですか、その仕組みとか、もう本当にマーケティングの原則が全く分かってないでやっていたので、うん、今から思えばかなりもう勘で当てずっぽでやっていたんだなっていうことをすごく感じるんですね。ただ、SYK の、まあ、学科に入って、どういう流れでやっていって、で、それを何ができた状態で、まあ、要は教育できた状態で販売するっていうところが絶対的な条件だと思うんですけど、何をすれば教育ができてるのかっていうところですね。そこがもうはっきり分かっているので、うん、まあ、一番ベストなタイミングで何を言えば売れるのかっていうのがだんだん見えてきてるので、そこがすごく良かったなと思いますね。うん。まあ、何を言えば売れるのかって、それもちろん営業のトークフローであったりとか。そうですね。そうですね。あたりですかね。はい、わかりました。で、今回ね、結構内容的に濃い内容になったと思うんですけども、はい、まあ、今度か少しでもね、勉強になったという方は、ぜひね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね、はい、よろしくお願いいたします。そして最後にですね、こちら、人生を 120% 豊かにする強み発掘最新 SNS 集客愛され企業5ステップの教科書というのをですね、まあ、伊藤さんが今ね、プレゼンしておりますということで、伊藤さんね、LINE の配信もすごい勉強になると思いますので、まあ、概要欄にね、LINE 貼っておきますので、こちらもぜひ登録していただけると、こちらのプレゼントもね、もらえるということですので、ぜひチェックしてみていただければと思います。はい、ということで、伊藤さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。